これ最高だわ。はい、皆さんこんにちは、タートルです。うんち座りで揺れるだけのエクササイズを紹介していきます。このうんち座り、なぜ痩せるのかというと、ふくらはぎを使うことによって血流が上がって代謝が良くなる。ストレッチができるのに鍛えることもできる。一石二鳥のエクササイズなんです。太ももやお尻、足首、ふくらはぎがストレッチされて、腹筋、体幹、太もも、お尻が鍛えることができるんです。座って揺れるだけ。動画を見ながら一緒にやってみましょう。それでは紹介します。今回は全部30秒のメニューです。まずはスマホ持ったままでいいので、かかとを下につけて座ってください。かかとが浮いちゃうよって方はちょっとつま先開いてもいいです。このまままずは左右に揺れます。いきましょう、スタート。これでまずはお尻、腰、ふくらはぎ、足首のストレッチを行っていきましょう。これだけでもね、上半身、下半身しっかりストレッチができますんで効果的です。だんだんね、ちょっとメニューが辛くなっていきますんで頑張ろう。はい、 OK。 今度はかかとを上げたままで体を動かしていきます。ちょっと辛くなります。いきましょう、スタート。今度はね、ふくらはぎを使いながらストレッチをします。で、足首硬い人はね、足痩せしにくいんで、しっかりね、足首をね、ストレッチされると思いますが、ちょっと痛いのね、頑張って押さえつけてください。結構これね、ふくらはぎだるいですよね。あんまり歩かなかった時とかね、これおすすめです。よし、 OK。 今度足をね、少し狭くしてかかとを上げたままで、このまま上下にね、動きます。いきましょう、スタート。今度はね、足狭くしてるんでちょっと難しくなってね、バランスがいるんで、ちょっと腰丸めてね、お腹にも力入れながらやらないとひっくり返っちゃいます。ふくらはぎを伸ばす感じで、あー結構ね、これね、ふくらはぎが痛い。頑張って、あー、ふくらはぎはね、大事です。よし、 OK。 だんだん辛くなってきましたよね。今度はね、足肩幅にしてちょっとお尻をね、大きく動かします。こういう感じでね、屈伸とスクワットの間の感じです。いきましょう、スタート。これはね、結構辛いんでね、ストレッチっていうよりもエクササイズと思ってください。膝がね、ちょっと痛いよって方はね、ちょっとこう屈伸をね、何度かやってもらって動いてください。体をね、こういう感じで動かして、あー、ももがきて、いやー、鍛えられますね、これはね、ももが、よっ、あー、よっけ、うわー、ももに効いた。ちょっとね、もも叩いてください。ももだるいと思うんで。よし、オッケー。今度はね、つま先と足しっかり開いて、肘でね、ももを後ろに押す感じで動きましょう。いきます、スタート。しっかりね、肘を後ろに押してください。今度はね、股関節をストレッチしながらふくらはぎをね、使っていきます。ふくらはぎはね、第二の心臓と言われてるんで、あんまり動かさないと調子がね、本当に悪くなります。血行が悪くなってね、貧血気味になったりするんで、しっかりふくらはぎをね、使ってください。しっかり胸張ってね、はい、OK。さあ、ラスト、この体勢で体をね、右左動かします。最後です。ちょっと辛いですが頑張っていきましょう。いきます、スタート。こういう感じでね、体を揺らしながらしっかり股関節開いてね、結構これでね、ももがね、鍛えられるんで、スクワットとかよりね、代謝がね、上がります。これでね、揺れるだけ。うわ、きついね、これね。きついね。頑張ろう。ふぅ。ほっ、ほっ、オッケー。うわー。もも効いた。お疲れ様でした。今回のね、座って揺れるだけのエクササイズ、動きもそんなに大きくなくて、スペースも使わずに
スマホ見ながら手軽にできるんでね、これをね有酸素運動として毎日行ってみてください。しっかりふくらはぎとかお尻とか股関節をね動かすことによって代謝がすごく上がりやすいので、あまり足を動かすエクササイズしてないよ、あんまり歩かないよっていう人はね、このメニューを続けてみてください。頑張ってやったよって方、グッドボタンやコメントで教えてください。今回もご視聴ありがとうございました。